满场欢呼的观众随着加油声不断起舞，最受日本人欢迎的运动不用说，绝对是野球，也就是棒球。为了要了解日本职棒如何在英国的首都经营，这一天我们造访了东京的养乐多棒球队。这里是明治神宫球场，从1964年起，养乐多球团就长期租用这里作为主场，至今已经50年，仍然保养得相当良好，被誉为是大学棒球圣地，也培养出不少在地东京棒球魂。30年ぐらいですかね。アニメでね、昔あって、で、結構強い時代もあって、その頃から応援してます。放眼过去历史，养乐多球团并不是个战绩出色的队伍，又跟超人气的读卖巨人军同在东京，经营球迷的市场相对被压缩。比起巨人军放眼全日本球迷市场，养乐多球团反其道而行，要抓住的是东京都民的支持。去年から東京円プロジェクトということで、地域の人と人のつながりを大事にするという活動をおかげさまで、地域の地元の商店街。それからあと地元の小学校、それからあと地元の鉄道の駅をはじめいろんな皆様方に支えられて、ヤクルト球団と一緒に地域を元気にしていこうと。我们也随着养乐多球团职员拜访明治神宫球场的商店街。这位坂本先生道地东京人，支持养乐多球团40多年，翻开相本，对球团的历史如数家珍。やっぱり一番最初にリーグ優勝を決めた日、あれは多分大学生だったと思うんですけれども、学校休んで券買うために並んで優勝したんで、もう大喜びしたのを覚えてます。效法其他县市的职棒球队，养乐多球团近几年选择与当地店家合作。比赛日时，当地店家人人穿上球衣，要把首都东京打造成自己的老家，更在周围的众多车站建立据点，在比赛日时一起替养乐多加油，创造出不输其他县市的首都在地认同。あ、地方展開の皆さんが一体になって、こうして着用日にはみんな来て応援している、その嬉しさはもう数倍にも勝る。まだ応援し始めたばっかりなんですけど、まだ長くはないです。私も最近応援し始めました。而女性跟儿童球迷也是养乐多球团积极开发的新球迷阶层。2年前，球团建立全新的周边商品商店，要用卡哇伊风抓住新球迷。为了创造对在地球团认同，现在养乐多燕子队也将官方商品燕酒郎给大量商品化，创造出全新的燕酒郎热潮。不啰嗦，我们也换上球衣，一起跟着球迷进场看比赛，享受养乐多式的加油。这一天的晚上风和日丽，球团特地帮我们安排最前面的位置，好让我们可以观察养乐多球迷的加油方式。平常感觉很冷静的东京人，面对棒球转化成为对故乡的热情。東京は自分の街だというふうに気づくのが難しいということもあって、地方でやるようにはうまくいかないです。ただ中には東京をもっと好きになって、やっとやり始めたばっかりなんで、5年後10年後にはもうちょっと地元の方と一緒に本当に役に立てる球団になれるかなっていうふうには思ってます。小而巧，小而美，在地经营充满东京热情。养乐多球团70多年以来持续耕耘东京都，又让身为首都都民的东京人也有在地球队的自豪感。一路走来相当艰辛，山本部长也坦言，跟其他球队比，养乐多还有很大的路要走。但是职业运动与在地结合是趋势，他们期盼的是将东京打造成首都人的故乡。记者钟志伟、郑仲兰在日本东京的采访报道。